戦国武将紀行穴山宗九郎信長、伊予守を名乗っていた穴山家なんですが、穴山伊予守という方は他にもいらっしゃるんですけど、この宗九郎がですね、信長、長は永久の永ですね、だという説が有力なんですが、まあ、これはあの著名な史跡家先生がねおっしゃってるその本があるんですが、それに出ているんですけども、ちょっとよくわからない部分はありますよね。いずれにしてもあのこの寺院はですね、梅雪湖が関係していると、要するにあのここに廟所、あのお墓をですね移したというところがですね関わっているという内容で出てるんですけど、まあ、穴山あの伊豆の神っていうのはまあ他にもねいるんで、あの誰かと間違えてるのかなと思ったら、なんか確たる証拠はないみたいですけど、まあ最もあの武田氏研究の著名な方がおっしゃってるんで、まあ、そうではないかと、まあ私のような素人にはちょっとよくわからないんですけど、何か根拠があるようですよね。穴山市はですね、まあ、あのここは身延高善院さんになりますけど、身延地方、身延から南の、まあ、南部地方、甲斐の国の南です、京南って言いますけど、そちらの地方を治めていた穴山氏が、いろんなことに関わってくると、まあ、ここはあの今は止まったお隣が家だと思うんですけど、今日はいないみたいですけど、しっかり武田菱が綺麗ですね、建物も建て直してますよね。敷地はちょっと狭いんで、その裏がですねお墓になってて、その宗九郎公のお墓もあるようなんですが、ちょっと写真でしか見たことないんですが、今前は入れたみたいですけど、今入り口がですねちょっと入れなくなっていて、その中に宗九郎と思われる、歴代の和尚様のお墓と合わせてですね、お墓があるようなんですけど、ちょっと私見たことないんで、今鍵かかってて入れないようになってますから、ちょっと一般の人は多分立ちてはいけないんだと思うんですよね。ていうか入れないんで、ちょっとお墓の方は見ることはできないんですが、一応菩提寺としてその、梅雪湖がこちらに移したんだと。そして信長公の供養をしていたとしているということになるそうです。もともと戦で自害した方なんで、戦死ですよね。だから何か際立ってですね大きな、関わりを持ったと、武田氏など、そういうのはちょっと資料が少ないんで、ちょっとどういう方かなとはちょっと分かりにくいと思うんですけども、まあ、いずれにしてもですねこちら菩提寺で、こちらに、葬られて供養されているという方になりますね。穴山宗九郎または穴山伊予守信長、という方の、菩提寺高善院さんになります。